はい、今回はですね、アワビカレーでございます。アワビの入ったカレーで、出汁がうまい房総の天然な甘み、スパイス健康30種類健康うまカレー本格カレー中辛ということでね、ものこれ1000円するんですが、まあ、これをね、買ってきました。まあ、特産品ってやつですね。地方の特産物というやつで、でそれをこうなんですが、まあ、こうやってね箱になって、こうやって今中身は、まあ、温めましたのであれなんですが、まあ、こういう風になってるんですね、中身がね。でこれが入っていまして、でこれの、本格カレースパイスのアワビが入ってるということで、1000円もするカレーですよ、ね、レトルカレー、レトルトカレーで1000円もするのかみたいなね、びっくり価格なんですが、まあその分味はどうなんでしょうかというと、ちょっとね、そうですね、今中のものを出してですね、でお見せいたしましょう。はい、お見せいたしますと、こんな風になってますね。中身がこうドロッとした感じでですね、アワビの、ドロッとした、まあ、カレーでして、ではいただきます。うん、ちょっとこの黒いところがアワビだと思うんですが、うん、なんだろう、全体的にドロッとしていて、アワビ独特のこのシャキシャキとした感じに出汁があって、うん、なかなかのスパイシーです。で、うん、結構いい味を出してますね。で、うん、なかなかのうま味で、うん、なかなかこれはこれでね、いける味だなと思います。で、こう、うん、ある種のアワビのシャキシャキ感とゴリゴリ感があって、で、こう、うん、このうまさが、よくて、で、こう、うん、この味とね、アワビの、食感が、いいなという感じですね。で、全体的にこうアワビが包み込んだような感じで、まあ、なんとも贅沢って言えば贅沢ですし、こう、うん、まあ人によってはちょっと合わないって人もいるかもしれませんけども、本当にアワビの出汁って言ったらね、まあここに書いてあるからね、なんちゅうことを書くんだみたいなね、話になりますけれども、まあ、結構ね、なかなかうまい感じでね、うん、結構な、味わいで、房総はね、この勝浦っていうとこ、アワビとか取れるから、まあ、それをこう特産物にしてるんですけども、なかなかのいい味わいですよ。で、コリコリとしていて、で、このうまい食感の味わいが何とも言えず落ち着いてね、うん、なかなかの美味な味ですよ。で、こう、うん、
いい味で。本当にこういう特産物っていうのはいいですね。地方にしかない、食べ物、カレーだったりお菓子だったりラーメンだったりいろんなのありますけども、そういったものをとできるっていうのは非常にいいなと思いますし、何よりもね、アワビが大きいんですよ。で、上でこう濃厚でね、いいなっていう感じです。この前はご飯をね、カツオを入れたカレーというのを食べましたけども、このアワビというのもなかなか美味しいです。で、このシリーズは3種類ぐらいがあって、他にも2種類ぐらいあるんだけども、その中でこれが一番高いですね。アワビカレー1000円でございますから。他は600円、500円、500円と。ありまして、パッケージは他の2種類は同じ感じです。あれともう1種類のやつは、ちょっとパッケージのデザインが違うんで、ちょっとまた別のちょっと違う会社かなと思うんですが、でも、なかなかのいい味わいで、こういう特産物を紹介するっていうのも、やっぱりあれでしょうね。地方によって全然違うから、そういうところがいいなというふうに感じて、美味しいなっていうのをね、感じる、いい味わいだなというふうに思います。どうもありがとうございました。